んにちは。あーこんにちは。こんばんは。そうだこんばんは。こんばんはでした。すいません。こんばんは。カフリン降臨。その通り。カフリン降臨しました。あ、ね、やっぱりなんか今日すごい周りがプリティな背景になってるんですけど、ショールームの画面が、皆さんもプリティになってますかね。伝わる？え、可愛くなってますよね。なんかこの周りがさ、違うかな。あ、なんか無料アイテムゲットしました。あ、プリティ、イエーイ。そう、プリキュアみたいな背景になってる気がする。うん、キラキラしてるよね。え、やっぱり皆さんもそうなんですね。嬉しいな、嬉しいな。皆さんこんばんは。北海道出身16歳の藤島香穂です。キャッチフレーズします。のんびり来たからカホリン降臨。イエーイ。こんにちは、こんばんは。今日はたくさんコメントを読みたいなって思ってて、あ、カメラこっちか。今日はたくさんコメントを読みたいから、皆さんたくさん話しかけてください、はい。なんか私が見てる時になんかいい感じの話題を振っていただけたら嬉しいです。1000人おめで、1000人じゃないこれ、1万人だ。1万人ありがとうございます。嬉しいですね。あばれる君帽子は使ってます。この前も使わせていただきました。日向坂会いましょうで、持ち物検査があったんですけど、その時に春日さんが私の帽子にサイン書くって言って、やったって喜んでたんですけど、あばれる君って書いてらして、はい、でも喜んで使わせていただいております。嬉しいです。ちょっと嫌な顔しちゃったんですけど、全然喜んで使ってます。なんか反射的にがっかりした顔になっちゃいました。うん、本能的なものです。逆にレア、確かにレアですね。レアなことをしていただきました。なんか今日靴下を履いてきたんですけど、ブーツ、今白いブーツ履いてて、でもその靴下がちょっとレースがピョピョピョってついてて、そのレースがブーツからちょこっと出ちゃうんですよね。それが恥ずかしくて今閉まってます。そのね、この靴下ね、ずっと昔からある気がする。もうなんか幼稚園くらいの靴下な気がします。幼稚園生が履いてるみたいな靴下なので、伝わりますかね。黒い靴下に、なんか本当に幼稚園生みたいな靴下履いてきちゃいました。なんとかしまい込みました。どうも、コーリン。でもね、でもそう、昔のやつのくせにめっちゃ綺麗なんだよ。すごくない？なんかミラーボールだ。嬉しい、ありがとうございます。これってどういう意味なんだろう。嬉しい。
え、てかやっぱ今日すごい画面がプリティ。あ、なんか今日は話したいこととして、まあ今日はあの、え、ずっと好きだよだって。え、何、嬉しいです、ありがとうございます。クマがいて、え、なんかそう、ありがとうございますを皆さんに伝えようって思って。何をありがとうございますなのかって言いますと、まずおもてなし会見てくださってありがとうございますという気持ちがとてもたくさんありまして、ありがたいことに会場でも配信でもたくさんの方に見ていただいたので本当に嬉しいです。私は本当にありがたい空間でした。本当におもてなし会を振り返るとなんかすごいキラキラしてたなって自分で思っちゃいます。あの期間でも楽しかった、あーキュン、よかった、嬉しいです、ありがとうございます。あれ本当は可愛いってただただささやく予定だったんですけど、なんかもう気づいたらあーちょっと声が入っちゃってました。髪型に合ってた、嬉しい、ハーフアップしてたんです、珍しく。あ、これもちょっとあー嬉しい、可愛い言ってよかったです。いろいろでもなんか反省点もあるんですけど、最近気づいたことがあって、なんか私最近何やっても結構反省しちゃうんですよね。なんかあんまりあー大成功したって思えることが最初に比べて少なくなってきて、でもそれってなんか自分の目標がちゃんと高くあるから満足できないんじゃないかってことに気づいて、なんかでもそうやって志を高く持っててる自分にちょっと嬉しい気持ちがあります。私はなんか何に対してもちょっと適当にしてしまう生き方をこれまでしてたので、こうやってなんか一生懸命になれてるのが嬉しいです。はい、おもてなし会を通じてそういうのはすごく感じました。素敵なおもてなし会期間でした、皆さんありがとうございます。はい、ポジティブカフリンなんです。そうなんです。え、てかすごい今髪伸びたと思いません？今髪見てびっくりしたんですけど、私髪伸びたと思いませんか？どうですかね、髪の毛伸びちゃった。あのね、中学生くらいの時はボブしてました。ボブヘアカットです。皆さんわかりますか？ボブヘアカフリンです。ショートまではしたことないんですけど、でも、 もう肩につかない髪型してました、中学2年3年とか。めっちゃ伸びたと思いませんか？嬉しいですよね、なんか大人になった気分です。でも最近なんか高校2年生みたいって言われることが多くて、私高校1年生なんですけど、あの高校2年生みたいって言ってくださることが多くて、なんか同期とかでもあれガオリって高2じゃなかったのって結構言われるんですよ。嬉しい。あ、でもあ、この前富田さんもあれガオリ高3じゃなかったっけって言ってくださって、それがすごい嬉しかった。大人に見られたい年頃なんです。あの学生の1歳っていうのはとても大きいもので、もう学生の1歳は40代の4歳、それくらい違うと思います私から
はしていただきました。え、メイさん見てるって今コメント見えちゃいましたけども、本当ですか、本当ですか、どのそれ情報はどこからですか。え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。でも嬉しいです、うわぁ嬉しい。一年一年、そうですね、大切にしていきたいと思います。はい、もう私が高校3年生になる頃にはもうどうなってるでしょうね。高校3年生っていうのは多分、そのあと もうすぐ代が変わるので、まあ、2年後、3年後くらい。どうしよう。身長は162センチになってたいです。身長162センチ目標。で、髪の毛はどうしようかな。何が似合うと思いますか。でもずっとね、ロングに切ったらロングにしたくなったんです。だからでもロングにしたら切りたくなっちゃう、難しいな。床、髪の毛につくくらいまで伸ばそう。ラプンツェルの世界ですね。身長ね、伸びてます。多分私身長結構伸び続けてる気がしてて、なんか視線がはるはる、山下はるかちゃんと結構こんな差があったはずが、これくらいになりました。これ本当ですよ。これくらいになった気がして、顔に背伸びたってはるはるに言ってもらいました。ね、みんなさ、なんかりな氏に追いつかれるぞってめっちゃ言ってる。リナには、でも、いやでも私もちょっと最近、あ、リナめっちゃ成長期だって思って、ちょっと怪しいなって思いました。だってリナが今身長150何センチって言ってたっけ、プロフィールは151点なんだよ。でももう伸びて、もう伸びてなので、私が中学2年生の時にリナと同い年の時に152、3くらいだった気がする。入学した時は、あ、思い出した、中学1年生の時は151でした、151でした。そうなんです。で、あ、150センチよりも高いって喜んでたことを思い出しました。だから、多分なんか私と同じくらいの速度で伸びてるかも、リナってことは。でもそしたら結構さ、リナめっちゃ伸びちゃうんじゃない。想像つかないです、想像つかない。まだまだ伸びますか、嬉しいです。リナ氏のプロフィール、そうですね、身長早く測りたいですね。身長、でも身長まあ高い方がいいかな。今以上に寝ましょう。そうですね、たくさん寝るべきですね。でも最近眠気がすごくて、なんかもう必死に必死に起きてるんです、毎日。いつも、いつもは嘘だ。なんか特に昨日今日がすごくて、昨日はもう本当に本当に起きれなくて、でも夕方から用事があったので起きなきゃいけなかったんです。もうでも4時とかになっても起きれなくて、もう起きなきゃって分かってるんですよ。でもベッドから動けないんです。
本当に本当にベッドから動けないくらいに眠たくて、もうそれが午後4時だったんですけど、でもあ行かなきゃ行かなきゃ動かなきゃ動かなきゃって思ってうずうずしてて、でもはって寝ちゃってっていうのを何回も繰り返して、最終的にもう本当に立ち上がることが眠たくてできないから転がりながら起きました。ベッドから転がりながら起きて、なんとか支度して家を出ました。はい、大変でしたね。今日も眠たかったな。毎日眠たい。冬眠、カホリン冬眠、のんびり来たからカホリン冬眠。カホリンローディング、え、うまい。カホリンローディング、カホリン冬眠、いい頃じゃないですか。あ、上野行ったよって言ってくださる方が見えた、嬉しい。上野駅でパンダパンダってしました。シャンシャンもそうですね、いなくなってしまいまして、次に来る名前を予想したんです。あれ誰と予想したんだっけ。次にパンダが来るとしたらなんて名前か、めっちゃいいの思いついたんだけど忘れちゃった。なんだっけ、なんかめっちゃいい名前思いついたんですよね。シャンシャンじゃなくてルン、なんだろう、忘れちゃった。あ、メイメイさん、あ、いいじゃないですか。もう次のパンダさんはメイメイさん。ぴょんぴょん、え、めっちゃ今悔しい。え、本当に採用してほしいくらいにいい名前思いついたんですけど、なんだっけ。なんか記憶力が低下してるんですよね最近。あ、2万人でありがとうございます。結婚してっていっぱいある、嬉しい。16まで、あれ結婚って何歳からできるんだっけ。22万人ありがとうございます。16歳、あ、じゃあもう、嬉しい嬉しい、ランラン嬉しいな。最近のマイブーム、最近のマイブームをお話しいたしますと、これ話したかった話、ドラマを見るのにハマってて、昔のドラマをたくさん見てます。たくさん昔のドラマ見て、あー、こんな感情になってたなって思い返すのが好きです。だから私忘れん坊だから、一回見たドラマ見ても初めて見たような感覚で楽しめちゃうので、もう結構日々楽しんでます。なんかね、みんなも見てますか昔のドラマ。踊るか、101回目のプロポーズ、あ、それ映画じゃないですか。私それ映画バージョン見たことあります。プロポーズするやつ感動しました。はい、とても感動しました。私なんか結構最近感動系に弱くて、あんまり自分のことで泣かないんですけど、なんかテレビとかで例えばダンスをもうめちゃくちゃ頑張って仕上げました、イエーイみたいなやつを見ると、頑張ったんですねって思って涙が出てきちゃいます。最近の私です。最近ちょっと涙もろい。で
でもなんか日向坂に入ってからすごく涙もろくなったなって思います。感情が豊かになりました。感動することが多くなって嬉しいです。あ、トリックおすすめだよ。トリック見たいです。トリックね、リナが見てるって言ってました。私の姉も面白いって言ってたな。スラムダンクだっけ。スラムダンク私映画見に行きました。あの人生で初めて一人映画しました。あのでもあの映画館に行くまでは小西と一緒に行きました。小西と一緒に映画館行って、あの2人別々の映画見に行きました。そうなの、一緒に2人でね行って、でもお互い見たいの見て、あの合流して、あの本当に良くて、これが本当に、ま、本当にいいのがいいよってお互い言い合いました。あでも小西はなんか映画中本当に眠たくて寝ちゃったみたいで、もう私だけがその映画の良かったところを語って、小西は、ね、悔しいみたいな感じでした。そう、自由人なのでお互い自由に見ました。面白かったの。小西もったいないよね、映画館で寝るだなんてさ、もったいないよ。小西はね、実はね4期の推しなんです、私の。はい、これ表で言うの初めてかもしんない。初めてかな、どうしよう、ちょっと見てたら恥ずかしいな、うん、あんまりね言わないの、こういうことは。でもみんな好きだから。でもなんか推しっていう枠で見ると小西が推し。そうなんだ。うん、確かに映画デートがいいですね。別々の映画見たけど。はい、あと同期とのエピソードだと、この前平尾ほのかとあのフレンチトースト食べに行きました、はい、フレンチトースト好きなんですよね。眠りたいの2人です。眠りたい。私も平尾ほのかもよく寝る人なんです。なので眠りたいの体調の体の体、眠りたいと眠りたいを掛け合わせて2人で眠りたいって名乗ってます。そんな2人がそう布団から抜け出して食べちゃって、唐揚げ定食を頼んで2人で半分こして食べたんです。その後に食パン一斤の半分のフレンチトーストをお互い食べたので、二人合わせて食パン一斤分食べました。唐揚げ定食後に食パン二人合わせて一斤食べたんですけど、そう、いっぱい食べました。あれ止まってた、やっぱりいかほも止まったって思ったんだよね。半目で止まってたらどうしよう。そう、すごいでしょ、いっぱい食べたんですけど、でもその後になんかまたデミグラスソースのオムライスとか食べたくなったから、もう自分はお腹いっぱいになるまで食べたい選手権に出たいなって思いました。大食い選手権とまではいかないですけど、お腹いっぱいまで食べたいな選手権に出たいです。そう、2人で、でもその後2人であの
2人でちょっと眠たくなっちゃって、やっぱり食べたから眠たくなっちゃって気づいたら2人でフュージョンって 頭と頭でね、これがほのほのだとしたらフュージョンしちゃって寝ちゃってました。本当に直角90度にフュージョンして寝てました楽しかったな。あのね、プリクラも撮ったんです。こんなね、こんなことしてね、プリクラも撮りました。見せようって思ったんだけど、カバンに入れっぱにしちゃったあとはあれ、お揃いの靴下も買いました。お揃いの靴下です。なんかなんて書いてたやつだっけ、プリンパフェの柄のお揃いの靴下買いました。でも2人とも甘党なのにプリンだけ嫌いなんですよ。そう、プリン苦手でのくせに数ある種類の中からプリンを選んでプリン買いましたなんか靴下の話してばっかり、なぜでしょう。プリン苦手なの、結構昔から。あ、それでは、そうだ、ありがとうを伝える配信なんですが、今日はランキングも言いたくて、私の日向坂46に加入してから印象に残っていることランキングトップ3を紹介したくて参りました。ほっぺ赤いね。そうなんです、なんか話しすぎて赤くなっちゃう。いっぱい見てくれてありがとうございます。それでは発表いたしたいと思います。私の加入してからの印象に残っていることランキング第3位は、はいはい、ドキュメンタリー撮影。なんでドキュメンタリー撮影が印象に残ってるかっていうと、なんかこの撮影をした時はまだ本当に素人っていうか、あの世間にお披露目されてない状態だったんです。夏休みの最終日くらいでしたかね、なんかそのくらいに撮影して、地元の札幌で撮影させていただいたので、そういつも私が何気なく歩いてる道を、カメラを構えていただきながら、こんな有名人マスクなんてしちゃいながらリポートしたんです。それがなんか おかしくて、でもなんかその時は本当にまだあんまり実感が湧いていなかったので、その合格したっていう実感が、なのでだからなんか不思議なふわふわした気持ちで撮影していただきました。すごい印象に残ってます。私の初撮影です。なんかな、あのドキュメンタリーは私は結構ポップな感じに作っていただいて、笑顔たくさんで嬉しかったんですけど、白い恋人パークとか札幌駅のプリクラとか、本当に友達と行ってたようなとこにたくさん行かせていただいて楽しかったなって思います。まだ私がアイドルになってないんじゃないかって思っていた頃の撮影です。なので一緒に残ってますプリクラ結構撮ってました。 JK だったので、プリクラはね、
とかね。あとなんだろうな、どんなポーズしてたかな、ピエンとかね、そういうピエンみたいなポーズを JK はするんですよ。確かに今も JK だわ、女子高校生。ドキュメンタリー撮影、また札幌でなんか撮影とかいずれしてみたいです。こういうの言った方がきっといいですよね。私は本当に札幌好きなので、あの撮影したいです。ぜひ北海道での撮影の仕事があったらいいなぁなんて思います。わー、クッキー降ってきた、食べたい。それでは第2位に移りたいと思います。第2位はじゃん、ひなあい初登場。はい、こんにちは、はじめまして。第2位はひなあい初登場です。ひなあい初登場はすごく印象に残っていて、なんかまず本当にオードリーさんのお二方を初めて見た時の衝撃も忘れませんし、なんかテレビで見てた方が目の前にって思いましたし、結構緊張したんですけど、でもその私は陽子と同じ紹介でやらせていただいて、結構ね楽しかったんです。待ってる時とかも指すまってしたりして、楽しい待ち時間も過ごしつつ収録も楽しかったんですけど、でも収録が終わった後は落ち込みました。なんか初めてお仕事で落ち込んだのがひなあい初登場の時です。なんか自分の思うようにいかなかった、全然何の爪痕も残せなかったって思って、すごく悲しかったんですけど、でもその時からかな、なんか、はあ、愛お仕事してるんだ自分もって思えたのがひなあい初登場の時だったのかもしれません。ありますね、そう、なんかバラエティ難しいですよね、芸人さんみたい。でもね、考えちゃうんですよね。そうそうそう、なるほど、でも最近はすごく楽しいです。でもあとなんかその制服を着た先輩方の姿を目の当たりにして、うわ本当にお人形さんのようだって思いました。ひなあい初登場の時は裏側にいる先輩方が本当に、もう本当に映像越しで見てもあんなにお美しい方ばかりなのにもかかわらず、生で見たらもっともっと可愛くて綺麗で、すごい心を持っていかれました。幸せ空間でした。でインパクトがあったのは、私はその時の回が濱岸さんと一緒だったんですけど、濱岸さんがこうツインテールしてらして、その
みんなを紹介するためのメモを一生懸命プツプツプツって読み上げながらプツプツプツって裏側にいらっしゃる姿を見て、本当にもうお人形さんがそこにいるみたいな感じがして、でも本当になんて可愛さだって思いました。大インパクト、本当に目がこんなにクリクリで、もうこんなに鼻がツンってしてて、でもツインテールがキュルキュルって可愛くて、で、なんかもう本当に可愛いって思いました。あー、岸さん可愛かった。そんな第2位を差し置いての第1位を発表します。いきます。私の第1位はじゃん、 MV 撮影です。イエーイ。ブルーベリー&ラズベリーのミュージックビデオを撮影したのが一番印象に残ってます。はい、本当に本当に今思うと、もう青春だったなって思うことがすごくあって、なんか思い出を思い返すだけでなんかキラキラしてて涙が出ちゃいそうなくらい楽しかったなんかさ、昔のことを思い出そうとすると涙しちゃわないですか？なんか昔聞いてた音楽とか、昔嗅いだことある匂いとか聞いたら、うわーって気持ちになって感動しないですか？私はよくなるんですけど、それは MV 撮影のことを思い出した時も同じ現象が起きてしまいます。なんか本当に楽しかったな、何にも知らない、何にも知らない状態でそう撮影して、なんか、はあ、若かったなって思いますまだ若い？まだ若いか。そう、 MV 撮影の時は初めて自分がアイドルになったんだって実感が湧いた撮影でもあって、 MV 撮影の最後に今日は一日ありがとうございました、ありがとうございましたで挨拶したら、なんか涙出てきちゃって、さっきまで、あ、お腹すいたとか、そう、なんかキラリンとかと隣にいるとね笑い合ってたのに、その5分後くらいにありがとうございましたって挨拶したら、なんか感極まっちゃって泣いちゃって、なんだろう、ありがとうございましたで皆さんにその12人揃った声で挨拶したら、うわ、今自分アイドルしてるって実感がすごい湧いたんですよね。これ言葉で説明するの難しいんですけど、でも本当にその挨拶をした瞬間に、あ、自分アイドルになったって実感が湧きました、ちょっと説明するのは難しいんですけど、なのでMV 撮影が第1位と、流行る第1位となりました。おめでとうございます。ミュージックビデオの撮影、いや楽しかったな。なんか何が一番印象的かな、水をかけられる、プールで小西とすみこに水わーってかけられるシーンが一番なんか印象的かも。プール、なんかプールってさあんまり行く機会ないから楽しそうだった。え、でも全然なんか水浴びて気持ちよかった。でも
あれね、あれ楽しかったで、小西がさ満面の笑みでさイーってかけるのがさ小西らしくて面白かった。ちょっと小西の話してばっかり、ダメダメダメ楽しかった。あ、私泳げますよ。あの水泳は幼稚園かな、多分幼稚園くらいから小学3、4年生くらいまでやってました。でも全然才能が開花しなくて、あと冬は寒くて唇紫になっちゃうからちょっと一旦やめたりしてたから、だからかな、あんまり長いことやってた割には才能が開花しなかったです。でもクロールとかできます。クロールってあの息継ぎが苦手だったんですけど頑張りました。バタフライもビート板使ってならできます。あ、久しぶりにプールで泳ぎたいですね。私何年も泳いでない。なんかコロナ禍になってからプール場とかも全部閉鎖になったじゃないですか。それで中学生の時とかも一回もプール遊びせずにもうなんか上京してしまったので、プール行きたい。なんか 4期でプール行きたいですね。誰が泳げるんだろう。誰が泳げるんだろう。プール行きたいな。わ、誰泳げそうかな。リナ泳げないの。そうなの、かわいいじゃん。横でルイボスティーとか飲んでんじゃない。大人な、わかんない、飲んだことないけど。リオ泳げそう。リオ泳げ、ヨーコも泳げるね泳げるねって認定しちゃったけど、なんか海好きなメンバーとか結構多いから、リオ泳げそう。そうね、岸ほのも意外と泳げそうだな。あーとか言って、気づいたら遠くに行っちゃいそう。うわ、泳ぎたいな。泳ぎたい気分です。浮き輪とかも使ってさ泳ぎたいな。私の印象的なことたち第1 MV 撮影でした。プールでの撮影またいつかしたいですまたしたい。なんかちょっと紙持ってないと落ち着かないから持ってます。水泳大会、おもてなし会、おもてなし会楽しかったな。本当に先輩方にもたくさん見に来ていただいて本当にありがたい、ありがたい日々でした。2日間あっという間でしたね。なんか あっという間、振り返ってみればいろいろあったけど、今考えたらもうあっという間。早く。何の話しようとしたんだっけ。ミーグリのご案内が本日行われたと思うんですけど、はい、皆さんもね、お話できる機会がまたあって嬉しいです。私は早く皆さんにやりたい。なんかお見送りがすごく楽しかったから、うわー見送りしたいなって思っちゃいました。こうやってこんにちはって見送りしたいです。見送りかほちゃんいっぱいお話ししたい。見送りどんな感じなの。なんか見送り私結構なんかあざといキャラになってきておるんですけど、なんか無意識になっちゃうんですよね
無意識に、はい、見ぐりになると、ありがとうありがとうありがとう、来てくれてありがとうってなっちゃうんですよね。不思議でしょ。そう、恥ずかしいな、ちょっと見ぐりたくさんしたいので、皆さん、あのお財布に余裕があれば、あのぜひ私のところにも来ていただきたいななんて思いますはい、たくさんぜひ来ていただいた方にはおもてなしいたしますので、皆さんといろんなお話ししたいです。フリッコしまくってもらっちゃおう。フリッコね、なんかね、別に得意なわけじゃないんですよ、私。得意なわけじゃないんですけど、勝手になっちゃうんですよね。なんでなんでしょうか。なんか、やろうって思ってやってるわけじゃなくて、勝手にってなっちゃうんですよね。あーら、不思議。スクショタイムとか言ってなかったですね、今日は。スクショタイムしよっかな。じゃあスクショです。にゃっ、パンダ、パンダです。何しよう。ハルハルポーズハルハルポーズ、これですよね、多分。ハルハルポーズ、ハルハルポーズ、ハルハルポーズ。カオリン、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 カオリンしました。カオリン、カオリンです。とかピース、ほんぺぷにぷに、ほんぺぷにぷに、ほんぺね、この肉私はちょっといらないなって思うんですけどあ、そう、ツインテールを今日するか迷って、でも結局しなかったんです。なんか皆さん好評だからやるか迷ったんですけど、でも やめちゃいました。ツインテール、ニーテール、ツインテール、ツインテール、そう、疑似インテールです。どうですか。やっぱすごい髪伸びた。だって前までさ、これくらいしかなかったのにさ、こんな伸びちゃいました高め見たい、高め、高めツインテールどうですか。もっと高くて、でもこんな、こんななっちゃうじゃないですか、こんな伸ばしてるのかな。でも伸ばせるとこまで伸ばしたいけど、自分に何が似合うかわからないから、模索中です。おんぷちゃん、おんぷちゃん、おんぷちゃん、おんぷちゃんはね、はるはるが優勝。ぷちゃん、おんぷちゃん、ちょっと難しかったな今。お腹、お腹鳴っちゃった。聞こえた？聞こえてないですよねお腹空いちゃった。トゥース、トゥース、ラップして、難しいな。よよ、カホリン降臨、こんな時間にカホリン降臨、夜遊びはダメ難しいな。ジンギスカン食べに行きたい。今からでも間に合いますか。行きたいです。なんか声ちっちゃくなってますね、終盤に向けて。え、もう終盤、え、もう終盤、あと10分。
あっという間です。なんか前回の配信よりもあっという間だななんて思っちゃいます。じゃあ色紙かごっかな。ひな誕祭に向けて私の目標をここに書きたいなって思います。まああと10分もあればね、何だってできますから。なんて書こうかな。はい、よし、じゃあ整いました。書かせていただきます。これで書くか。なんかちょっと字余り。お腹鳴りそう。あ、なんか書道文字とかにすればよかったな。なんかこんなセリフなのであれば書道文字とかにすればよかったなって思うような目標を書いたので、皆さんなんて書いてるか当ててください。なんて書いてるでしょうか。今日食べたいものなわけないでしょ。ひな誕祭の目標ですよ。ひな誕祭の私の目標はじゃん、私らしさ全開で、私らしさ全開で頑張りたいなって思って、そう、この目標だから私らしい書道文字にすればよかったって思ったんですけど、なんかパフォーマンス、これまでもう代々木も含めてたくさんではないですけど、もういろんなステージに立たせていただいているので、ただパフォーマンスをするだけじゃなくて自分らしさを少しずつそのパフォーマンスに組み込んでいけたらなって思って、こんな目標にしました。そうなんです。今回野外、そうですね、野外ライブってどうなんですかね。なんか私は北海道の4月しか経験したことがないので、北海道の4月はまあ少々な寒さかな、少々な寒さだった気がするから、そう、風が強かったり結構寒かった気がするから、野外でライブってどうなんだろうって。でも踊ったら暑くなっちゃうから、もう寒い暑いを繰り返す気がしてますね。でも東京は暖かいから、てか聞いてくださいよ、私あのもう桜見ました、桜みたいなの見ました。桜か梅か分かんないですけど、びっくりしちゃって。だって桜は5月のゴールデンウィークくらいに見るものだと思ってたので、もう見れちゃってびっくりしました。びっくりでした。さあ、ひな誕祭では私らしさ全開で頑張りたいと思います。楽しみですね。やっぱりなんか
皆さんにお会いできる機会がやっぱりおもてなし会終わってからずっとなかったので、あでも今お会いしてますかなので、でも生でちゃんと会えるライブが今とっても楽しみです。4月1日2日ですよね、うん、ご飯の一社全開で頑張ります。浜下で会いましょう、うん、ひなたん祭でしたいことありますか。ひなたん祭で何したいかな。ひなたん祭で、あーでもおもてなし会、あ違う、なんでもない、言ったわ、そうだ、のんびり来たからカホリン降臨って言いたいかも。ひなたん祭で言えたら言います。そうですね、高校2年生もうあと3分だって、なんて時間だ、なんて時間だ。じゃあ明日の配信を発表します。これはリレーショールームなので明日もあります。なんとそんな明日の配信はじゃん、平岡美月ちゃんです。明日は18時から19時、ハッシュタグは美月漂流中に決定しました。みっちゃん、これね時間間違えちゃいそうだから、みんなちゃんと覚えといてくださいね。18時から19時美月漂流中で覚えましたか。皆さん復唱しましょう。明日の配信は平岡美月、平岡美月、18時から19時美月漂流中、はい覚えましたね皆さん。ぜひぜひ明日も次もまた次も皆さん見てください。みっちゃん、みっちゃんこれ見て、月とクラゲを描きました。これ描いてる時にクラムボンは笑った、クラムボンは泣いたってやつを思い出しながら描きました。何のやつでしたっけ。クラムボンは笑った、クラムボンは泣いた、クラムボンは怒った、すごい思い出しました、はい、そんなみっちゃんです。ぜひ皆さん明日も遊びに来てくださいね。教科書に、あクラムボンがカプカプ笑ったよ、クラムボンがカプカプ笑ったよ宮沢賢治さんか。えもう大変な時間になっちゃった、大変な時間になっちゃったのでおさらばしなくてはいけません。ほたるの光、あらら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 ら、皆さん見てくださってありがとうございました。それではまたいつかお会いしましょう。ありがとうございました、たくさん。じゃあね、バイバイ。